ロータリー気ルンは主にセメント製造などの用業に使用される回転式の釜。原料の投入と処理を随時、かつ連続的に行える利点がある。一般的な釜工業的には1、摂氏00度以上の高温で物質を反応させる際に使用される。セメント製造に使用されるロータリー気ルンの構造を下に示す。セメント製造に使われる ロータリーキルンの構造、あらかじめ粉砕された原料が、右上から入り、調整されて、左下に出てくる現在セメント工場で一般に、使用されている、ロータリーキルンは、直径4から6メートル、長さ60から100メートル、傾斜3から4%、回転数2から 4rpm、内部の温度は、渦右端の入り口で摂氏400度、フレームと示されている部分の最高温度は1。 摂取450度に達する。燃料には重油やガスが使用される。キルン内では原料はゆっくり回転しながら徐々に送られる。セメント製造の場合、約30分間滞留している。ロータリーキルンのタイヤ部分、ロータリーキルンは厚さ15から3 0ミリメートルの炭素鋼でできており、内部は耐火レンガで打ち張りされている。 キルン外側には回転力を伝える駆動ギアと銅を支える鉄製のタイヤが装備されている。セメント、生石灰、軽量骨材等の製造のほかに鉱石の焼成などに幅広く使用される。セメント製造以外では可燃物を多く含む都市ゴミの焼却炉や家畜粉の炭化装置、水銀の精錬などにも利用されている。廃棄物をゆっくりとした回転により拡販。 焼却する。ガス化の早い油泥やハイプラスチック類を燃焼させる。一方で燃え残りや隙間からの有害物漏えいの懸念がある。一般的にセメント工業に用いるものよりも小型のものが使用される。ありがとうございます。